神奈川県道、東京都道52号相模原町田線は、神奈川県相模原市南区東間と東京都町田市、中町を結ぶ県道及び都道である。全区間を通して、交通量が非常に多く、特に北里大学病院は貨松山頂尾目交差点の区間はいつも渋滞しており、この区間を通る路線バスは遅れることが多い。この区間は、通称、北里通りと呼ばれる。 2013年には、県王道の相模原相川インターが開通したことで、相模原市内から道インターへのアクセス路線の一つとしての役割も担っているが、混雑が激しいことから、北里大学病院付近では4車線化に向けた道路拡幅事業が進められている。町田街道も含め、旧相模原市市域の南北を縦断している、幹線道路にすべて接続、村付線。 九大仙道、九百二十九号、東京都道、神奈川県道四十八号谷谷国相模原線、町田駅前通りなどのすべてに連絡する東西を結ぶ路線であるため、随所に混雑する。また、玄東前木南側には JR 相模線の玄東間第一踏切が存在し、渋滞の原因となっていることから、立体交差の整備事業が進められている。神奈川県道、 東京都道52号相模原町田線は、右奥から来て、ここで終点となる。東京都道、神奈川県道3号世田谷町田線、東京都道18号府中町田線は、手前から左奥へ続く。神奈川県道、東京都道52号相模原町田線と痩瀬川、橋梁平成27年時点での相模原、町田線の交通状況について、 各地点での交通量はそれぞれ以下の通りである。相模原市南区内町田市内この相模原、町田線内すべてに神奈川中央交通グループの営業路線バスが通っているが、相模原市内の北里通りには、神奈川中央交通東の相模原営業所、橋本営業所のバスが町田市内の鎌倉街道から町田駅方面には、 神奈川中央交通の町田営業所、多摩営業所のバスがそれぞれ運行しているため、運用区分が異なる。また起点側の県道508号との重複区間内の本道路には、神奈川中央交通東の厚木営業所のバスも一部、通過している。ありがとうございます。